はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。僕は今東日本旅客鉄道株式会社代表取締役社長の像の前に来てるということなんだけど、なんかやっぱりなんか荘厳としてるよね。面白いよね、風格がね、風格が社長ですか、代表取締役として。そうだね、ということなんですけど、まあ、今回この動画は、新宿から松本まで特急スーパーあずさ19号っていうやつに乗っていきたいと思います。スーパーあずさ19号っていうのは、この中央線特急の中でも一番速い列車なんですよね。そうです。あ、ちょっと話していい、その停車駅について、中央線の。そう、面白いのはさ、あのヒエラルキーがあるわけですよ、うん、中央線特急のさ停車駅の中で一番上がさ全部の特急が止まる停車駅で、一番下がほとんどの特急が通過する、駅で、その一番上の駅にしか止まんないのがスーパーあずさ19号なんですよ。で、具体的に言うと、八王子、甲府、あとは地の神諏訪っていう、この4つだけなんだよね、うん。でさらに面白いのがさ、この4つの中で、3月の改正以降1個が陥落するんだよ。そう、分かる、上諏訪が最速殺便が通過になっちゃうから、その最上級のヒエラルキーから上諏訪が1個脱落しちゃうって感じ。そう、ちなみにその1個下が何だろうな、立川とか あとは塩尻とか、ね、ね、そうで、その下が岡谷とか、あとは何だろうな、小淵沢とか、その辺ですよね。やっぱその辺の最速達便って面白いと思うので、じゃあ今回はそれに乗っていきたいと思います。まずは改札に入りましょう。そう、新宿なのになぜか京葉線の電車がいるんですね。なんでだろう。スーパーあずさの E353 系です。いや、353系って本当に近未来的でかっこいいですよね。この12号車側の先頭車ってなんかパッと見この扉が開きそうですが、扉これ密接されていてダミーになってるんですね。で、紫のラインがとても特徴的です。ちなみにテールライトはこうやって後ろに伸びてる、結構立体的な構造になっています。ここから見るとこんな感じ、紫のラインが下から上に伸びてて、で、上に伸びた紫のラインがずっと上を貫いてるのが特徴的ですね。最速達のスーパーあずさ19号、新宿を出ると八王子、甲府、地の神諏訪終点松本ってことなんですね。新宿から松本って225キロあるんですけど、その中で途中停車駅が4個しかない、本当に限られた駅にしか止まらないのがこの最速達スーパーあずさ19号です。スーパーあずさの個人的に一番好きな部分、この連結面なんですね。いいね、このやっぱ連結面一番面白いですよね。先頭車と先頭車がつながっていて、それを車内側からも通れるっていうのはめちゃくちゃ面白いと思います。じゃあせっかくなので車内側からも見てみましょう。ここだって本来だったら車掌さんが使うところだけど、こうやって一般の乗客も立ち入れるんですよね。反射して見えないけど運転台とかも見えます。で、貫通路だけど結構明るくなっていますね。で、ここのやたらと長い貨物ホロー、これはやっぱり面白いね。
出るよう、スーパースター19号を自動で行きましたので、扉が閉まります。ご注意ください。東急スーパースター19号松本行きです。次は甲府に停車いたします。通報時59分、上津は16時5分、終点松本16時26分の到着です。停車駅の大変少ない特急列車です。この先甲府、茅野、上津は終点松本の順に停車いたします。通過駅にお気をつけください。
本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急スーパーあずさ19号松本行きです。途中茅野上諏訪に停車いたします。自由席使用している乗車券ですね、はい、全部で7枚か。やばいですね。こうすると300円安くなるんですよ。300円安くなる。大丈夫ですよ、1箇所も抜けてないんで。ああ、そう、抜けてはいない、ね、ちゃんと連続してるんで。そうだね、
用くださいましてありがとうございました。終着松本です。だいたい新宿から何時間だ。2時間半ぐらいだね、ちょうどね。あー、どうだった。いや、めちゃくちゃ早かったですよ。ほんとバカみたいに早い。遠すぎてから本当に。そうだね、竜王とかめちゃくちゃ早いもん。竜王の通過がすごい。あー、こないだ日立乗ったけど、どっちが早く感じた。どうだろう、なんか意外とこっちのような気が。あー、マジか。僕はなんか日立の方が早いんじゃないかって感じたけど、これもでもめちゃくちゃ早いよね。あー、で、ダイヤ改正以降は上諏訪も通過になるっていうことなので、まあ乗り鉄にはとても面白い路線だと思うので、ぜひ乗ってみてはいかがでしょうかっていうことで、この動画はここで終わりにします。じゃあご視聴ありがとうございました。